せやかてくどう。お、始まった。もう諦めて押すじゃねえや。はい、どうも。ツイッチ見てるとこ、あ、ツイッチじゃねえ。ツイッター見てるとこバレてるやんけ。やめなはれ。完全に諦めてるところ映ってもうてるやんけ。いけますいけます。ソーシャルツイーティング、ソーシャルツイーティングしてるの見られてますやん。ちょっと重いなんでだろう。ほんとね、俺側では何の回線速度も相も変わらず58メガ出てるし、こんばんは。特に接続が重いわけでもないし、パソコンも重たくないし、ストブモン、パソコンの温度が上がってるわけでもないし、って感じですね。ちょっと入りますね。本当？なんかな、ツイッチかな、調べてみよう。ツイッチ重い。なんかツイッチ重いのかな。6分前にツイートしてる人が一人だけいる。なんかツイッチ重いのかな。あ、でもオスじゃねえ、オーバーウォッチの人だこれ。ワンチャン俺の配信を見てる人の可能性は若干あるな。それだとあんまり信憑性がねえな。一人だけ定期。なんでやねん、なんでこのチームやねん、おかしいやろ。リスナーかな、リスナーの人かも。明らかに71ちゃうやろこれ。なんだこのマッチング、このマッチングなんかひでえ、このマッチングはひでえ、ひでえよ、いくらなんでも。3グループが2組。いくらなんでもひどすぎるよ。ちょっとごめん、一回だけ画面消すね。3×にはソロ6人と同じパワーバランスだった。少々お待ちください。少々お待ちください。ここを押して、ここを押して、逆に考えるんだ、ソロ6人がとてつもなく強いと。マジかよ、またさっきと同じマッチングだからな。まあ、見合ったで分からせてやりましょう。全員の布みたいな。顔出して。アクト塗ってまくりうまい人やん。そうそう。スキン何が一番好きですか？3やったっすね。あ、知らねえのか今の。いや、めっちゃ当たるな。溜まるのが早い。ゼニアット、アイムゼニアットナンバーワンダメージ。What? Why? Why?
What for? これもしょうがないから普通に全員入ってきそうじゃね。あ、うめえ。もうちょっとな、少しでもダメージを入れといてくれるだけでいいんだけど。あ、うめえ、マジでうめえけど160ダメージ入れてんのに。勝ちました。うわー、巻き戻しできなかった。これひどいよ。こんなことある？ジャロー、チューチュー。最果てのレートはどうなってるかな。あ、若干落ちてる。76だ。うん、まいったね、これ。はん？ハンゾー？ What？Why? Now show them. I'm a perfect human. Da 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 da. I'm a perfect human. First you listen, then I am.配信続けてます。島田兄弟は NG。 島田兄弟は NG で、なんでこういうマッチングが生まれるんだろうね。ほんまそれ。島田カップリスペクト。入りかよ。ハンゾーを試合前に判断してはいけない。今死ね。相手も若干ナメっぱ入ってるもん。おむず。あ、うまい。こういうマッチング多すぎる。シャブ、はい、シャブ。グループでトロッピング相手に勝手のレート上がらなくなればよいんだよな。ごめん。あ、うめえ。ザリアのタイミングがうめえ。
なるほど、あそこは組んでるわけね。タイミングがマジでいいわ。交際が終わるタイミングでザリアのウルトで集めてトレーサーの爆弾でボン。これは叶いませんわ。ぼっこしてるやん。大破ってあんまり配信しないんですか。あんましてないのかな、わかんない現状。トレーサーの爆弾ザリアいると一気に光りますよね。光るね。ザリアのアルトともしウルトともしかしたら一番相性いいのはトレーサーなのかもしれない。源氏になったし。落ちちゃった、やっべえ、やらかした。トレーサーならデミのウルトがあってもいけるしね。やっぱりパラザリアじゃないです。確かに相性はいいんだけど、パラザリアも相性はいいんだけど、格殺できるっていう話になってくるとさ、このご時世カラって別に集まってなくても複数殺せるじゃん。そう考えるとやっぱなんかどうか相性を考えると、まあディバとか、まあでもディバもな、ラインハルトの盾とそのボムの位置次第では。パラザリアはディバで完全に止まる。ジャンクラスト凍え。そう考えるとね、やっぱ最強、最強というか一番いいのは。バラウルトは近距離だと回復追いつかないよ。ああそうなんだ。バレッジってデミウルト超えなかったっけ。後ろからつければええやん。なるほどなるほど。まあじゃあその辺は全部相性がいいっていうことでどうですか。それ無理です。
おわ失敗してんじゃねえかよ。え、そんなウルトラスカートある？かわちゃん頑張れ。完全に上かと思ったわ、爆発したの。かわちゃん、かわちゃんね、かわちゃん無理っぽ。結論、ザリア最強。結論ザリア、結論じゃね。今絶対失敗してたよな。 100% 狙ってなかったよね、今の。殺しに来てる、わらわら。壊れてたし、だってセクプロにも負けないリアクションですね。降りてくる読み、わら。降りてくる読みかよ、マジかよ。あ、これ大事故起きるわ。すごいダメージ。一緒に3発当たったのかっていうような。友人早相手の忍者ウルトは相手返事の前当てすれ、マジやべ。すごいマッチングだな。かあ、ゼニアット同士の対マンで負けるとはしょうもない。クソが。どうなってんだ俺の今は。ほらー、マジかよ。2本の2本お、しかもダブりまくり。いやー、日本マイコン欲しい。ジャスティス・ディリバーズ Learn from the pain. It takes a woman to know it. Witness meWitness me. Learn from the pain. Need someone to tuck you in? You know nothing. You know nothing. No scope needed. Children, behave. スコープなんて飾りとか言ってんだけど、ノンスコ推奨してるわ、セリフが。セリフはノンスコ推奨してますわ。課金しよう。国旗アイコンがオリンピック限定なのかどうなのか。課金。確かに。日本人力が足らない。まずさ、どこから接続してるかによってさ、日本人にはとりあえず日本の国旗をさ配布するとかさ、そういう粋な計らいがあるとさ、いやー、やっぱブリザードって神なんだよなっていう話になるんだよな。ぶっちゃけちゃけば。それなんだよ。なのに俺と来たらオフランス、チャイナ、コリアン、この3つだけ。そしてヌンバーニ。何これ、ほらヌンバーニとか言ったから、ヌンバーニ出ちゃった。だからなんでやねんちゅう、なんでやねんちゅう話やねん。なんですかこれ、ひどい、ひどいよ。せめてプロには国旗あげて。こんなことが許されるのは、接続でごまかすやつが多発しそう。こんなことが許されるんですか先生、先生、こんなことが許されるんですか。コインで買えるようにしてくれたら解決なのにな。なんじゃこれ、エジプトスルーされる。おいや、さっきのやつらやんけ。マッチングはロタ、これはひどい。何これ、片方のプトこっちによこせや。片方のパーティーこっちによこせや。当たるな。
58入れたからやろという。おう、58がお前らのあれや、勝ち目やみたいな。川ちゃん負けないで。無理だよ川ちゃんね。いやきちいこれ。あーてか多分これ髪の毛さゴリラだ多分そんな気がする。髪の毛さんめっちゃ落ちてるな。垂らされてる。あんまそれ。あ、なんか重い。聞いたことあるやつらだな。このゲームしてるんだな。当たんね。一人低レート入れてチームレート下げるの完全。それ。次はコントロールでこの組み合わせですね。あ、これでっかい。俺ずっと味方のザリアかと思ってたって思ったけど、俺味方にザリアいねー。ずっと横にいたよね、しばらく。しばらく横にいたよな。全然気づかなかった。ちょっなんか守れてるぞ。知らんけど、なんか知らんけど守れてるわ。なんで58でもしかして調整できてる。レートは平均じゃなくて中央値にするべき。おー、マジかよ。こっち3人で相手してる。おお、すげえ守った。そしてなぜか俺は即死したおかげでウルトが温存できている。もうやばい、もうやばい、それもうやばい、それ。あ、死んだ。もうやばいってそれ。人うまいな。ブリの調整は間違っていなかった。ブリザードさ、メンゴ、マジでメンゴ。何がマッチング、いい加減にしてくれだよ。何がマッチング、いい加減にしてくれだよ。マッチング神やんけ。ちょっと飲み物とタバコ持ってきます。
りブリザードって神だわ。やったぜ。熱い手のひら返し。まさかの優遇マッチングだった。僕は最初からそう思ってました。それが神投げ。これが逆の立場だったら A 取れば勝ち。 イージーゲーム。相手そこまで強くないのか。わら。タバコ。神投げまくり空気だった。いやこれね、どうしよう。ロビンさんと一緒にランクしてほしいな。 SE クルー。え、落ちてる。落下死してる。やるか。次元。ソーシャルスモーキング。デキンの源氏。やったことないです。ランクでやるの初めてです。一番アタッカー上手いの誰ですか。さあです。前の放送で待機時間を眺めるだけって言ってたな。なめつ、笑う。エッチジャンプしてほらほら、ここに来てファンサービス。はいこれ、はいこれ。はいこれ。神マッチング。やっぱそうなのか。最初で配信見たけど、はい、大毛とかシータルよりまくり当ててた。わら。相手もウルト溜まってたぜ。ハルトうまいな。相手もウルト溜まってたな。龍神って言いながら死んでた。一方、YC55% の模様。ハハハハ。竜神のって相手が言ってる頃に YC55% の模様。何選んでも関係なかったんや。多分俺今のトールビヨンでも勝つよ。分かんないけど、現時点でも俺9キルしてるわ。地味に武器命中率 19%。いやてか飲み物忘れてきたわ。台所に持ってくる。味方が削ってくれた敵をシフトで切ってなんとかごまかしてた。ラインハルトは甘い。やっぱブリザードさんってすごいわ。もういなくても勝てた。よいしょ。新メトラでもいけた。新メトラはちょっとどうかな。エッジジャンピングって何？ああ、なんかあれか、バーンって飛ぶやつか。なんか壁走りとシフトを合わせて。クスクも異様なほどまくり当てまくり。イリオス。お、最果てやんけ。飲み物は忘れましたが、チームは勝ちました。
おい、予測。おい、予測。まさかな。お、でも相手に76いる。山セミ。73、70。これはさっき俺が。僕もうまいね。アイム強くないとまくり無理だわ。これは俺がさっき悲しみのバスティーを出した。予測は気でも切っとけ。最果てももう即ピックするようになったのか。わらわら。なんかね、DPS やんないと勝てないよ。最果ては実質体毛。あら最強伝説。62パラは仕上がってる。何飲んでんの？俺コーヒーと牛乳を混ぜたやつ飲んでる。え？はい、これエイムの差。おい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 、熱い熱い熱い。ヒロシ、予測。予測一生懸命攻撃してる。ダークヨッピーもこのゲームやらないの？それカフェオレって言うんやで。カフェオレカフェオレ。コーヒー牛乳って言って。ほら意見分かれてんじゃん。コーヒー牛乳とカフェオレですでに意見分かれてんじゃん。ほならね。コーヒー牛乳飲んだけって話でしょ。ザリアのビームって熱いのか。前まで周りに合わせてピックする善人って感じだったが闇に落ちてしまったか。いや、ザリアのピックは、あ、ザリアのピックはじゃねえ、ザリアは熱いよ。俺だって燃えてるもん。マジかよ。ゴリラに増えてきながら打つゲーム。足速い。落ちちゃった。すごいすごい、いた。ああ、味方だった。魂くれよー。ほならね、デスブロッサム撃てっちゅう話でしょ。からのこれ、でも交際言ってた。うん、これは失念でござる。これは失念でござる。なザリアばっかなんだよ。ありえるか、言って。ザリア燃えまくり。いやー、回復取らせろっちゅう話でしょ。ほなら死んだわ。最果てか練習してる。敵さんの忍者。赤いザリアとか最果てさんに任せるしかないんだよな。おお、半ば諦めてかけていたが。バレてるっちゅう話でしょ。
あ、無理。あ、味方かよ。珍しく大八選手のキルログが流れまくらない。そういえばマンチェスターユナイテッドが王でメンバー集めてるけど、シャカシも応募しないの？はるか。デトネーターより名前勝ちしてると思うよ。うわぁ、これはいい盆踊り。そら熱い。ほならね、やめー。頑張れ。いけ。この牛をここだけでもう環境キル3回やってるな。いいわ。熱いね。熱る牛。キル通りになっちゃった。やはり諦めない心。これに尽きる。あっさいリーパー。あっさいリーパーやで、ほんま。回復してるホック、かわいい。でも俺とホックの間には深い読み合いがあったから、深い読み合いが、深い読み合いがあったから。最果てにキャリーしてもらう男、おいしい。いや、途中まで俺キャリーしてたから。無職になる男。キャリーはしてないけどね、ただキルトップだったっていう話だけど。元気やね。ほならね、DPS やめろっちゅう話でしょ。誰もポイント取ってないっていう話でしょ。あ、びっくりしちゃいそうになった。相手さんタンクかシャカさん出番ですよ。おう、任せろ。2タンクだけどな、相手。今来たんですけど、サイハテさんとパーティー組んでない感じですか？組んでないっすね。あー、超いいゲーム。最果てさんとは VC なくても通じ合ってるんですね。心はつながり合ってる。気づいてなくてくさ。ナイスラドリですね。結局アイムなんだよな。早くキルキンにしましょう。なるほどね、キルキンできてないとみたいな。これはシャカキャリー。こういうことなんすわ。完璧なデスブロ返しでしたね。完璧なデスブロスタム返し。カリーしてたわ、カリー。
めっちゃカレー食いて。最果てと社会性イディオット時代からの名優。ああ、まあでも途中全然違うけどね。イディオットで一緒で、イディオット亡くなってからはもう3年かな、3年ぐらいはもう全然連絡も取らないような感じだった。おならげバスケットボールをゴールに入れて引き上げて蹴って話ですよ。もうむちゃくちゃでしょそれ。ほならげとかもう何でもいいじゃんもうそれ。もう何がほならげなのかすらわかんないし。ハオオゼダイエンジン。おならでカレーに唐揚げぶち込んだけって話ですよ。いや強すぎ、それは台湾の人がニーハオって。你好，你好吗？我很好。ほならね、ファラ出せっちゅう話ですよ。自分の真似して芸人にならなくていいのよ。止まって狙わないと当てれないタイプの人かな。はい、さよなら。うわ、ちょ、ヒールプリーズ、ヒールプリーズ。足速い。紙袋会長、台を飲む台旅に。やべえ、動けないよ。え、なんか生きてる。おならね、逆に落とし返せって話ですよ。はい、キルキン。フラッシュバン外すとこ見ちゃった。やべミスった。レーサースキンか。吸い込まれる。多分ザリアがあれしてくれた、シールド貼ってくれた。やべ、キッチン。おまくり死んだんけ。そろそろまくりがマークしてくる。結構マークされてる、すでに。ゼニまくりやめちくり。あ、お疲れ。ほならね。なんだかんだ。戦闘機って座っつけられてくスタイル。いやー、きついわ。え、なんかゴリラ自殺してる。ハイジツウルト。やべ、それじゃ出てきてる。見せられてない。もしかしてファラのウルトが強いってこと。ファラ単独難しいし、ザリア合わせでいいのかな。あ、オッ
ケー。俺のトレサー見せたろ。敵、腹が暴れてる。おならね。全然やってないトレサー見せたろ。解消されても自殺扱いになる時ありますよね。いきなり日本語ペラペラで笑った。先に回復拾ってくスタイル。おならね、目が出って話ですよ。こういうことですよ。大丈夫大丈夫。おお珍しい。ダメージキル5。癒しトレーサー、美脚トレーサー。意外と俺のトレーサーあるんじゃないか。ない、まあ、いいよ。最初はグーって聞こえる。最初はグーはちょっとな、怖い。無茶ある、無理なんじゃないか。パパペッパー大丈夫。よし戻ってきたぞ。なさそう。俺のレートが戻ってきたぞ。ほならね、あるあるよ。ゼニアった27時間、ザリア17時間、ルシオ13時間、ローフォー、ルウィンストン、スロージャー、レイパー、マークリー、トロピオン。トルビオ5時間もやってんの。そんなにやってるっけ。最初はグー、最初はグー、大丈夫だろ。分からせてこ、いきなりビッグなら普通に強いんじゃないですか。大丈夫。77と78おんねんけど、ほんまでか。最高のカワちゃんを見せしてこ。最果てがまずマクリーを取って、最果ているわらわら。ゲンジがいるかどうかだな。ゲンジがいねえってことは、とりあえずランク80いけばマンチェスターユナイテッドからオファー来るよ。エグゾディアって人がいる。最果てさんわからせてこ。トレーサーのおへそすこ。名使うならスイスさん以上の名見せてくれー。懇願使わねえ、使わねえ。最果てレート高いなー。最果て相手に行っちゃいましたよ。マッチング怪しい。このエグゾディアって人何選ぶんだろう。マクリーか。ワンチャンファラあるか。ワンチャンファラあるんじゃないか。これアタッカーが敵にいる。任せろ、制空権は俺に任せろ。え、ファラマジこいつって思ってるでしょ。任せろって。エグゾディアって名前面白いな。面白いなって言ったらあれだけど、あの変な意味じゃなくて遊戯王だよね。これをなんかエグゾディアを英語にするとこんな感じなんだっていう。死なねえ死なねえ、任せろって。絶対死なねえ。しゃぶったる。え、来ねえんだけど。フォロール来た。強そう。一分あと何がバラだよ。最果てさんにしゃぶられる確定。封印されてそう。開幕落とすのがバラのお仕事。
がジャクジェスレインジャー、二度と使わねえぞ。さやに落ちちゃったけど、笑ったはい、お疲れ。ピカラちゃん頑張れ。お、頑張れやで。構成変わんねえな。うさ落下果て、落下果て。簡単ですよ。すげえ狙われてる。刺さってて草。うまいぞファラ。やべえ、めっちゃ出てくる。あれ、最果てさんから落とせないゲームクリースか。これは最果て選手にマークされる。遠いからさ、射程が結構難しいと思う。俺が危惧してんのはソルジャーが出てきた時、マクリー一人じゃねえ、この距離はね覆えないんです、覆せないんですわ。あー今いいコースだったのにな、当たんなかった。いて、最果てさんまた落ちた、わら。これは勝ったんちゃいますか。シャカさんのパラのせいでない落ち。ない落ちかねたか。寝落ち。あやべ、それじゃ出ちゃったよ。めんどくせえ。はい、お疲れ。本当に環境を切る。プレイヤーも落としていく。あぶね。環境を切るで最果てのパソコン落としましょう。あらが怖い。おならね、ソルジャーやれって話ですよ。はい、お疲れ。あ、ちなみに相手役割何が欲しいか。ガラス言うてソルジャー遠くのファラ、いやまあでもね、ゼニアッタにオーブつけられて、で加えてなんだろう、えってか敵めっちゃ落ちてんだけど。これってレート落ちるんじゃないの？落ちないの？最果ていてもエースら取れないのか。ゴリラが消えた？ファラの強いウルトが見れなかったぞ。ゴリラが落ちたのかな？ほならね、新メタルやれっちゅう話でしょ。最果ていてもレートを吸っていく。ない落ちやば、わらわら。新メタルちょっときついか。まあ、トレーサーだな。やっと釈迦なんだよな。あれ相手落とすんだよ。負けにはなるけどペナルティはないやつ。制圧が消えた。最初に落ちた人以外はただの敗北扱いだよ。え、でも敗北で結局レート落ちるんじゃないの？これでマッチ続くっておかしいよ。
人目以降は負けだけど、ペナルティないんで次行った感じですね。ペナルティって経験値じゃなくて、しかもマイナスされるっていうね。経験値のペナルティがないだけでレートのマイナスはあるでしょ。ないね。バスティオンで貫通できそう。敵グループチャット荒れ狂ってそう。普通に負けたのと同じクレート落ちるよ。これ全員落ちたらどうなるの。わかんねえ。このゲームってチームのキャラバランスとかタイミングとかで試合展開が大きく変わるよね。よって解説するのが難しい。レート落ちますよ。レート落ちるよ。下がるって分かってるなら下がってでも次行くやつ的です。あうまい。結局負け確定だからやめたって感じすわ。これがエクゾディアの新しい能力。こういうことなんだよね。結局こういうことなんです。これは再発激起こ。最果てさん、なんでだよって叫んでそう、わらわら。ひどすぎうち。最果て殺してて草。新能力で草。レート落ちるどころか、服でレポートでワンチャン版ありかねんレベル。レート落ちてるか、AFK でレポート、AFK レポートでワンチャン。なるほどね。あ、おいしい。おいしい。最果てさんだったら、ドムで草。おいしい。さて、ライバルプレイ待機中。折れない心を持ってるな、こいつ。最果てを踏み台にしたレート美味しい。チュー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 。ほんならね。あるなぁ。最果て誘ったら来ねえかな。ライバル出すと最弱子たまりましたか。勝った。最果てさんのレート美味しい。これは勝った。これにはワイシ、歓喜、歓喜はまる、歓喜。最果てさんとレーサーだけ使ってないんですね。もう来てた。同じチーム、わらわら。これはね、勝ち。いかにエグゾディア KKZ がいたとしても、これは勝ち。敵に神がいるやん。これで勝つる。ファも勝ち。さっきさ、落ちた人が相手にいるんだけどさ、最果てとかを見て若干気まずく思ったね。いや、ソロランクで敵にエクゾディアおるやんけ。ええー、ね。いや俺 VC やり始めると配信の方仕方になっちゃうからさ、配信中にあんま VC したくないんだよね。正直垂れ流しになっちゃうからさ、まあたまにはそれでもいいんだけど、どうなんだろう。まあもちろん、いや垂れ流しでもいいよ、全然そっちでも見るよっていう人はいると思うんだけど、完全放置ってはどうなのって若干思うんですよね。ほならね、配信やめろっちゅう話でしょ。あら、アキタム先生、アイタム。なるほど。プレイで見せてくれればいいです。優しいですよ。喋っててくれれば内容は何でもいいっす。あ、そうっすか。浮気してる配信面白くないです。これぞ配信者の鏡。配信、誰一人来ませんでした。薄ず入り方のメンバーやな。
ジャムさん。やめ。相手に現像おるやんけ。まあリスナーのことを考えているのね。そういうこと。ならね、ゲームやめろってことやね。ジャムに染まってて草。真面目な僕も勉強になって嬉しいです。それシャムっていう人なの？やべ。いや俺もう元ネタ分かってないのに使ってるから。俺に至っては私はそう言いたい。私はそう言いたい。ほならね。やべ、ちょっとうんと使いすぎたかな。15分14秒過ぎちまった。過ぎちまったよ。スタヌー、スパイギア、僕つないでの勝率クッソ低くて見せて受ける。元ネタ見てたらそうおかしくなるぜ。ほならね。ジャムダメでグズレって話でしょ。初見です。これジャムって人のネタなんか。あ、強い。ほならね。おお。どうも、ジャムです。このチームは強いわ。負けが見えない。負けの想像ができない。エンジニアフップルズ。これはおかげ、ボトム、アクチム強、わら、ウェリーがおる。韓国プロですか？ゲンジ、それってよ、伸び肌のネタじゃんか。やはり死なないのがしんよな。今日何時間やってるの？結構もう昼7時ぐらいからずっとやってるね。まあ自分銀メダルですけどね。これはジグズ優勝ですわ。美味しいけど美味しい。サドンアタックのナムドの人やな、アキチム。あ、そうなんだ。うめえな。日本人だということは知ってる。なんか今日リツイート回ってきた。この抹茶美味しいんじゃないですか。アキチメさんやで。誰がダメージトップ強。ダメージトップ誰だろう。ゲンジがダメージトップだったら結構やばいな。ダメージトップは最果てであってほしい。ナブドのアキチメな、わら。アバゼイとサゼイが王でクロス。ナブドなら強いわな。ごめん、詳しく知らなかった。わら、薄具グループの一番強いチームの一番強い人。最果てさんとアキチメさんに任せて終わり。まあ、自分切る気いいんすからね。わら、なんかチームおー、いろんなジャンルの人おるな。たまにいるからさ。そうなんだ。何の格ゲーか当ててあげようか。ギルティギアでしょう。知らんけどね、適当なこと言ってるけど。
痛い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 。スナイパーの世界。やべえ、マジ死ぬ。ストリートファイターでしゅ。スマブラでした。嘘です。でも格ゲーでタンクうまそう。オーアジア圏でもすごい人気あるな。世界一大安売りやねえや。ミルキードリフトシダふぅ。世界一のバーゲンセールだ。あら、あらららららら、助けてくれメス。バリアーゾンビー子許して冷やしんす。おお、ゴリラ怒ってる、ゴリラ怒ってる。ゴリラが怒ってるってことだけわかる。ちょっと大丈夫でしたね。なぜか防衛優位試合ビクトリー。来た、戻ってきた、戻ってきたぞ。あの階段のやつだね。あ、違うわ。あ、ほらほら、これ多分階段のやつだよ。これ、ああ、ここね、めっちゃ強かった。あ、マジ強い。これはもうマジ強い。秋爪さんに全然バリア張れなかった。申し訳に、すまに謝る。俺は謝る。最果て空気。すまに。圧倒的キルギン。日本スキンのゲンジいいな。これはスーパー忍者。32キロいく。スーパー忍者の影にはスーパーザリアがおったんやけどな。まあまあまあ、影の仕事だからね。シーガル並みだった。ええね。もうこれ見てブリザードはゲンジをナーフするべき。アクトム世界取れるな。完全にこれ、完全にこれ。ストネリグトニング。このぬるめって人が何やるかによって変えようかな。ダリアもうまかったと思う。ぬるめとラムネがいいんだけど。ウケる。うちは釈迦。ゲンジのウルトはもう少しコスト上げてもいい。ゲンジのウルト長すぎじゃない。最果てとめっちゃ当たるな。あ、違う違う違う、これじゃねえわ。どっちがいい？俺ザリアでもいいけど。もうプテイ組めばいいんじゃ。どうすんの、どうすんの、選んで。この調子で80秒落ちちゃうでしょ。ぬるめとラムネ、わら。ぬるめとラムネがいるんだけど、ウケる。シャケかシャカみたいな。裏でプトクムのやめってもらっても。
いやいや、組んでない組んでない。しかもその影に3枚いるんですけど、ウケるー。やべ、ペロリズムって人いる。英語にするとかっこいいな、ペロリズムっていう変態的な単語で。最果てと一緒にレート上げては、最果てのレートを奪ってくスタイル。そう、味方になって最果てのレート上げて、敵になって最果てのレートを俺が吸う。僕みたいな下人もいるんで、忍者なんやめて。ここで突然の、ここで突然のブースト。受ける、わらわら。受けるー。フレンドだとマッチング優遇される。あ、そうなんだ。結構敵になるけど。君一人で何ができるっていうのかな。バット、何もできない。回復拾って。なんかおゼニゼニね。なんかめっちゃ溜めてる音してるけど。ナイス。マッチング優遇。どっか味方かは言っていない。ギガドレイン。はい、残念。ほわー、嘘。マイバットか。リソーで倒した時に出る回復拾わないスタイル。拾う拾う。そんな拾ってなかった。いきなりここにデスブロッサム出られたら怒られるかな。怒られるよね。当たんないの、当たんないの。勇者の魂しかダメな設定。この止まらなさは異常。ベイゴマと出るか、ベイブレードと出るか。切り込み隊長。さあ、さあ、役。敵の注意をそらしていくスタイル。え、ウルト使った。やべ、うわ、マジかよ、あと一発だったのに。確かに俺はキルが金だ。しかしな、冷静に判断するとさっきから俺の死によってペイロードがガンガン進んでいるのだ。再発電池のウルトを止めていくスタイル。鏡じゃねえ。危ねえ。
てから優先的にプロスか考えてますか。だー、何たくさん固めてる。まあ DPS からっすね。 DPS からっていうか DPS 出せる人からっすね。ん、例えばマクリーリーパー、ブタとかですかね。リーパーって、まあ、使ってるキャラによって違う。リーパーテレポ派音でバレバレやしな。ほんまそれ。ワープの時にしばっちゃるとか言うのやめて。サポートから落としてた、気をつけよう。回復系から殺すのがいいのかと思ってた。ウィステレンク、ヒーラー系からは微妙じゃないかな。てか俺リーパー途中でやめてよかったな。あんま刺さってなかった。前まではマーシーで蘇生があったからね。ゼニ落とすのは全然いいと思うけど、ルシオはまだ優先順位低くていいと思う。あーそうだね、なんだろうな、当たり方によるんだけど、例えばこう後ろから当たって後続狙うときはタコでぶつかってからはアタッカーなんじゃない。リーパーだったら最果てが回復取りたがってたろ。何しとるん俺も体力30ぐらいだったんだけどおう、ファラ、うん、だからね、いや例えばバクリーやってて敵がバッて固まってんだったらぶっちゃけリーパーマクリーあたりを狙うかな。うん、あ豚とどっち狙ったらいいかわかんないんだよな。豚ってほんと当てやすくてすぐ減るから、まあ、ある程度当てるとすぐ引くんだよね、あの回復のために。その点豚を狙うっていうのはありかもしんないし、浮いてるゼニアットとかを倒すっていうのはもちろんいいと思うんだけど、固まってる時はやっぱ基本的には DPS 先に俺は倒すべきだと思う。相手が火力出せるやつが死んだら相手って勝ち目すごい低くなるから、こっちの DPS が、いや係が死んでない限り。でこっちがヒーラーを落とそうとしてる間に敵の DPS は打ち放題なわけですよ。それはあんま良くないんだよね多分。不安に合わせる。うわめっちゃいる、びっくりした。あーついそれ、技合わせるんじゃね。あ、マジで？あのね、近くにね、消防署っていうか、あの出動場所がすごく近くて、あのなんていうんですか、あの救急車とか消防車が出る。それでね、うちすごいうるさいんですよね。
やべ、間に合わなかった。平均エネルギー量 79% なんだけど、やばめー。あべ、どこだ、いた、いたけどもう敵すでに押すし、ダメージナンバーは、あーダメージナンバーは攻め有利ですな、圧倒的攻め有利。はい、青勝った。いいっすね。あ、よかったらですね、今見てる方が、フォローとかねしていただけると非常に助かります。ツイッターもやってますんで、とかってYouTuber っぽい感じの、PC で見てる方は、下のボタンから、スマートフォンで見てる方はからは、ダメだ、カミカミだ。スマートフォンで見てる方は、詳細のね URL から、チャンネル登録をお願いします。ここほんとサドンデスマップだよな。ほんまそれ、ここでサドンデスにならないことってあんまないよね。コインフリップほんま、コインフリップほんま。平均エネルギー量 80% ってやばくない？めったになんねえぞこんなこと。あ、またなんかあったのかな、トークで。不吉だ。80いけるやん。フォローしました、ありがとうございます、ありがとうございます。すごいすごい。サイレンの音とかで家特定されることあるのかな。ちょっとドキドキしてる若干。サドンデス廃止になったらどうなるのでしょうか。どうなるんだろうね。時間じゃない、大会ルールみたいに。ごちそうさまです。え、回しいいんだけど。レイトも80いっちゃいましょう。じゃんけんらしい。当たれなかった。え、てかバスよ、見たのかよ。回しやらんとまずくね。サドンデスなくなったらルシオボールで決める。てかザリア死んだ、さっき。はい、コイントすげードーン。プレイオブザマッチ。俺やろこれ、どう考えても俺やろこれ。今のはどう考えても俺やろ。
ほならね、3人キルしろっちゅう話ですよ。私はそう言いたい。12キル0です。圧倒的ザリア、平均エネルギー量 70%。 74見えてきたな、マジで。あるぞこれ。ほならね、だー、注意者のためにくるのじわるからやめて。うわー、マジかよ、かぶったわ。全かぶりじゃん。なんだよこれ。フリーシャブ、フリーシャブ、完全にフリーシャブ。シャムさん、これマジで誰かわかんないんだけど、ゲーム配信者シャムさん。あ、知ってるこの人。ウィース、どうも、シャムでーす。ボックスアイテム何狙ってるの？草。わらわら。ハナムーラ。なるほどね。はい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 。ああ、ザリアでもいいっすよ。どっちがいいっすか。自分どっちでもいいっすよ。32歳。あ、いいっすいいっすいいっす。どうぞどうぞどうぞ。いかんでしょ。アトピー、純粋で信じやすい、疑い深い、影響、勘違いされやすい。あ、違う、勘違いす屋さん、自己中心的、見せたがり、嘘つき、プライドが高い、自己評価が高い。最悪じゃん。もうこんなこと言っちゃなんだけど、最悪じゃん。最悪、わらわら。申し訳ない、全く知らない人に対してこういうこと言うのもなんだけど、最悪じゃん。あのね、マーシーはファラがいないから逃げ道がない。でも源氏とかが、トレーサーがマジで強いから、即死。Twitch 配信者のウィキとかないのかな。なるほどね。本領、住所、家族構成が優質に草。いた。今オフ会やったら規模やばそう。俺めっちゃ当てるやん。貯めるの早い。死んだ。多分様子見に来るだけの人を襲う。様子見に来るだけの人。メイン言ってる。危ない。
さあ、ランクでもこの間78ぐらいまでいってたよ。まあね、俺はなぜその高みを目指せてないか、それを言いたい。 DPS やってないから俺はそう思ってるって。そうじゃなかったらね、こんな感じでいい感じにリーパー使ったりいろいろしてればこういう感じになるんです。まあでもサーブ強いからな、マジで素の能力が高いからな、あいつは。あら、4位も上がってるが、わら。73やで。あ、ダメージトップだったのに、抜かされた。ルシオ何パーなんや、教えてくれメンス。ゲンジがもう6割は大ハセで構成されてる。それヤマトンの前でも言えんの？あ、言えるで。ゼニアットで一回74までいった男だ。あらーらーらー、ウルトが出ない。8、明らかにこけた音したの。タバコなんつってるんですか？自分セブンスターです。てか、部屋でタバコって人気いますね、わら。マジで？絶対殺すもんなんだけど。はい、ナイス、行きましょう。このまま行けるように任せて、行きましょう。ナイス、うまい。音声英語は意識高い系ですか？そうっすね。はい、ナイス。はい、ナイス。はい、ナイス。いや、まくり即ピックするだけあったな。めっちゃうまかった。勇気だけでレート73まで来ましたし。ほんまそれ。勇気の塊みたいな男だし。音声、英語は意識高いよ。それ、ヤマトンの前でも。まあでも確かにね、馬が振るってか周り強いな。周りが強かった、本当に。割とね、ゲンジが即死しまくるシーンは多かったけど、このマクリーがめっちゃうまかったわ。72のマクリーなのに58のルシオと組んでるってことは、これ女の子だな。ゲーム内でデートしてるな。お、つまりレート58なの。俺がキャリーしてやるよ。うわ、鳥肌立った、今自分で言ってて。58と72が組んでてやるのかな。しかも何の根拠もないのにすげえ決めつけで喋って、めっちゃ自分で鳥肌立った。うわ、具合悪い。ゲーム内デート、わらわら。てて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 。鳥肌、わらわら。このゼニアった、ペンギンみたいで可愛い。許せんな、それは。の。許されない。くさ。くさ。くさ。く
さ。バカにしすぎ。いやしてない、バカにはしてない、バカにはしてない。あふくしようか。おお、めっちゃ当たった。今の一連の流れで今反省、今反省してる。生徒はルシオボールでしてろ。君をキャリーしたいってチャットしよう。俺もキャリー一緒にしたろかっつって、あ、したろか。買いもしたろか。あぶね、マジ今の。なんかいた。今のは事故でしょ。あ、強い強い強い。豚めっちゃ強い。超キリしてる。ワットウップミージャパネセホイエス。What's up, my Japanese homies? 調子どう？日本の兄弟たち。兄弟たちじゃねえな。日本の仲間たちってことだね。調子いいよ。Good. Very good. 危ね。ルシオが溜まってないから。あっという間。つか俺あの源氏についていってあげればよかったかな。事故ってる。あの源氏についていけばよかったな。すげえタンク2人で。豚さっき一緒だった人だね。そうだね。飽きまへん。それは飽きまへん。あっという間、あっという間、あっという間。劇場。Very good. What's up, Japanese homies? Oh, very good.移動速度がキモい。強いのは別にいいけど、痛い痛い痛い。じゃあマジで死ぬ。釈迦さん配信終わってると思ったら終わってなかった。終わってないよ。やりますね。はい、ナイス。チームキル。ヒールルシオに任せよう。ルシオのウルトを試させよう。 My ultimate ability is ready. とりあえず巻き舌にしとけばいいよか。今です。あ、全然正面だ。2メモリも取られたのか。やらかしたな。やらかしたっていうか、いつ取られた。
あれいつ撮られた2メモリも。今そんな撮られた。配信を見直そう。あ、今だ。めっちゃ撮られてるわ。今でしょ。豚が危ね。剣さ打ちってどうやって練習したらいいんですか。あー、どうだろう。もう距離で、俺はもう打ちながら調整してる。メモリ戻せないの。メモリ戻せない。それもう俺耐えれねえわ。自分が生き残るためだけに使ってしまった。危ね。うわ。ははハッピーファー。今日も飲め。ちょっと待ってよ、それは俺が死ぬ。あぶねー。 Thank you。 もしかして金武器は銭あった買うの。もちろん。あの牛をぶちしゃぶられた。モロチン。What？ いやー、これはプレイオブザマッチですわ。今の一つで。やべ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 。届くか、届かねえ。あ、すごい。よく止めたな。強い。確かに。手にあったの金武器って絶対気づかねえわ。でもあんま持ってる人いないっしょ。もういいかなって。それでシーズン終了時の報酬のライバル出すと多すぎませんかね。300すごいマクリーター。はい、ドゼー見てこい。うわ、マジか。取られてる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 。あぶねえ。よく入ってくれた。リーパーすごいいいと思う。いいと思うけど俺使わないからな。あ、ここでほら金だったら結構目立つ。マクリーうまいっすよね。ライバルダスとは使ってもそのシーズンだけだしいいんじゃない。え？味方強いですね。ライバルダスとは使ってもそのシーズンだけ。え、マジで強。え、ちょっと待って、俺さゼニアットで金武器取るじゃんこれで。シーズン終わったらさ金武器じゃなくなるの。マジ、それマジ。え、そういうこと。
やばくないそれ。きたえ、マジ？うせやろ、わらわら。ま、え？え？いなりが入ってないやん。いなり？どういうこと、どういうこと？全く状況をつかめてない、俺。そんなん聞いたことない。あ、聞いたことない。ソースをよこせ。え、これさ、え、どういうこと？俺に言ってるそれ。勘違いです、すみません、M。勘違いか。M。びっくりしたわ。シーズン終わったらダストが消えるってことじゃない？それすら聞いたことないけど、シーズン終わったらもらえるのにそんなわけないんだよな。殺すぞ。過激派おるな。殺すぞ、言ってる人いんだけど。恐ろしいわ。え、なんかやばくね？あ、最果てんじゃん。おいっすー。ラッキーオールさんって強い人じゃなかったか？あれ、なんとかオールっていう名前多すぎてさ、もう全然覚えらんねえわ。こえ。What the fuck? How many? 最果てオリアン。最果て先生。最果てオリアン。てか、さっきの味方だった人たちより。赤土場、赤土場、赤土場。え、怖すぎでしょ。殺し屋がおるな。通報しろ、サイバー警察に通報しろ。ほっ、レート一定以上まで行った人にはボーナスだっけ。羨ましいぜ、ぬるめさん。ぬるめさんだ。このザワンっていう人が最果てより強いこと多いだろう。そういう時はフック用って言いましょう。それもダメだ。とりあえず3連ドムの計で。ゼニアってやってる。よく見たら最果てゼニアってやってる。俺のヒールが欲しいんか。あー、壊滅してる。報酬内容発表されて1日後に70到達したんだけど、70以上の報酬ないのかよって思うけど、わかる？最近もまだ何も突破してないんじゃないか。クワのオーブつける相手決めてる。え、勝った方のデニャッタが強い。それやばいわ。それは無茶です。いや、使うべきじゃなかったかな。リュウジン剣に合わせるべきか。俺はゼニアッタ強すぎて修正すると思う。ほらね、ほらな、ほならね、ここで使えっちゅう話でしょ。私はそう言いたい。超えた。今止めてたら止まってたんじゃないの。たまたまの減衰あるかもね。ああ、たまたま減衰はあるかも。
さに 1.5 はきついっすよ。かわちゃん右利き、かわちゃん右利きだね。あ、痛い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 。みんな上に。72でトップ500に入れてよかった。また使っちゃったよ俺、自分が生き延びるために。今減衰ないの？はぁ、減衰ないはず。ゴリラが生きにくいからきつい。盾盾シールド、あぁ、ナイスナイス、素晴らしい素晴らしい。ルシオ後出し理論マジか、またツイッチか。さっき勝手になったからな。大八さんが敵にいると配信おかしい。あるな。さっきいなかったけどね。ザリアの死体だった。ナイス。あ、ごめん、ヒール間に合わなかった。うちではもうどっちが先に使うみたいな話はしてますけどね。画面直ってきたかも。ああ、それ無理だ、助けらんね。うめまくりがうめ。
された。キール間に合うか。やば、どこだどこだ、どこかわかんねえ。あー死んじゃった。やばまくり、やばめ。はい、ナイス。これあるな、マジであるで。これ勝ちの、勝ちのループに来てる。たこ焼き食べよう。嫁がたこ焼き持ってきてくれた。いつの間にか起きてて。うん、うまい、うまいよ。うん、うん、ほんと負けませんな。これはね、また最果てのレートを奪ってしまうのか。中があったかくて、最果てから吸ってこ。中があったかくてね、マヨネーズもいい感じですね。ソースもよくかかってます。青のりはないですね。あったかくて、うん、惜しい。味方も釈迦さんも強い。あー、これ紅生姜入ってるわ。ダメだこれ。最果てさんを上げて落としていく。別にそこまで嫌いじゃないけどな、紅生姜。まあ、でも別にいらねえからって感じですね。たこ焼きの後は嫁も食う。ゼニアった先出し理論に言いちゃう。釈迦さんのたこ焼き食べたい。ゼニアった先出し理論あるな。熱風。ぶっちゃけね、自分で言うのもなんですけど、自分ゼニアットで結構ダメージ出すと思うんですよ。今回出してないけど。でもね、それで何もメダルがついてないってことは、多分俺かなり優秀なチームだなって思う。食べてみるらしい。関さんの影響でみんなソーシャルイーティングに。うわー、てかマクリー変わってる。最果てマクリーになってる。奥の元ネタは知ってるの？奥の釈迦さんを部門に来てからすごく優しくなった。あ、惜しいか。ほんと？まあ初心に帰ってね、傲慢な傲慢な自分を。違うんだよ。あの、そっかマック。ミータムって国民。あの、赤やってた時は、やっぱね。なんかもう嫌になってたんですよ。あの配信でなんとかですか、かんとかですかって言われて、もうね、その質問ね、俺もう100遍されたよ。100遍っていうか、もう多分500万回ぐらいされてんじゃねえかなみたいなので、もうね、俺もう心が狭かった。もういいって、その質問もうみたいな感じになってたの。それやね。オーバーワッチは違う。あー、どうだろう。でも確かにそれはこうかもしんない。あー、なるほどね。いやでもこうじゃね、いや俺こうしてるよみたいな、その自分も発見しながらのこの質疑応答ですから、楽しいし、
まあいい感じなんですよね、全体的に。ってことはプールに金魚入れてたジップラインまで戻った。おお、えぐいね、それ。ああ、強い。ピンポン玉燃やさないで。アイテムクリーチートじゃないですかね。うん、その可能性はある。ナイス。待ってくれ、こっち、こっちに来てくれ。つまりオールは神です。そういうこと。あ、やっべ、ここで止められる、もしかして。ライオンチーズからマルチーズになったイメージ。ライオンキングからマルチーズ。アイテムだけで屋根に浸る。アバターは緊張感も違うしね。変えたな、構成。うん、いや、じゃあ俺も銭やったのままでいいや。あっち、うまい。味方との通路は完成。最果てまくりになってから勢いなくなった。どっちの坂も好きだけど、セースブロッサムっていうセリフを言ってる時は無理してる感あった。いやー、まだいけねえのかこれ。うん、参ったな。ここで止められるか。アイハテがまくりしたから安定してきてる。なるほどね。なんかいたぞ今。待って、まくり。あー、死なないで。あー、無理だこれ。やべえなこれ、マジでやばいな。まくり処理するゼミお願いします。サッカラゴリラの酔いかこくるな。うわぁ、マジこれ。攻めきれないマッチって結構珍しくない？マジかよ。だからシーズン1っていつまで？ここでやめるってことあるのか。ゴリラがマジでうまかったわ。ノラだとよくここで止められる。マジで。
18かな。敵のゴリラキツかった。 18? やっぱのフリーのウルトは使うって行為だけで意味あるな。それまでに50勝できるのか。さすがに野良でもペイロードは最後まで行くだろ。勝った奪われたレート返してもらうぜ、さやて。18日までに55勝。1日何勝ですか。お願いします。数学できる人お願いします。おぉ、剣武器だ、かっけえ。めっちゃ目立つな、黒ライン貼ると剣武器。とんでもない目立ち方してるわ。報酬で出すとめっちゃもらえますよ。またか、わら。また最果てじゃん。オーバーウォッチ、ランクマッチ、報酬8勝くらいじゃない。釈迦さんは300確定です。それ算数や。別にもらえるからいいんじゃない。え、もらえ、え、2個持てるでしょ。でもそれまでに50貯めれば。え、これ消えるの。ライバルマッチ出すと、ライバル出すとマッチ出すとライバル。すげえ、ルシオ金武器だ。でも土佐で暴れてるな。報酬で金武器1個分やね。最果てさんと前世からの縁ありそう。ここで女の子大好き。15以上で300ゴミだっけ。マジで。え、後ろ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 。あ、今ウルト食らったのか、俺。最果てのやらかしたな。え、今までのさ、ライバルダストって消える？ライバルマッチダスト。消えませんよ。こんなに簡単に手に入ったら勝ちなくなるやん。確かに。なくなんねえのか。じゃあ余裕だ。むしろ消えたら訴訟。
シーズン2はまた新しいスキン追加されるのかな。レート60以上の人のほとんどが金武器持つ時代になってまう。なるほどね。あ、レインボー武器とか出るんじゃない、そのうち。すーげえ虹色に光ってるクソダセ武器みたいな。まあキャラクターたくさんあるししょうがないよ。全部裏回ってんじゃねこれ。メインキャラで素敵な金器か。ダイヤモンドとか2000ライバルダストで買えるプラチナできてそう。レート50代で金と買えるんかな。レート50代で金、それでおにゃん。ああ、まあいてもおかしくないよね。オーラをまとうようになる。ああ、覇気ね。金武器でドヤ顔できるのはちょうど今だけか。30代にも金武器おるで。マジ。おお、なんだ。シーズン2まで1ヶ月あるけどクイマしかできなくなるんかな。My ultimate is charging. My ultimate is charging.やべ。レート50で金武器のバスケを見たことある。マジで。やばいね。いやこれいけるかな。これとあと20%。ナイス、熱い。100ライバルダストで買えるプレミアムボックス。ランチのない間に新キャラ欲しかったな。やばいねそれ。あ、すごい。ふい、下手くそだったな俺。74に戻りたい。私はそう言いたい。もうだいぶ喋り疲れてきたな俺も。口数減ってきてるでしょ多分。超眠て。これは間違いなく勝った。今後フルパで放送する予定とかありますか？いやーどうだろう。あんまないんじゃねえかな。パターンかな。やめても安心できない今日のマッチ。たまにあるかもしれないけど。おっと。あら。うん、あな、ああ、
豚微妙だな。アナ？アナやったら怒られるかな。やばそうだったら一回ウルト打って変えよう。たまにはねやりたいんすよ。戦術勝ったら誰も文句言わない。そういうこと。この時アナさえ選ばなければ。わっおならね、嫁のあなた差し出せばいいっちゅう話ですよ。言ってることめちゃくちゃやんけ。あのリーパー大丈夫かな。おお、すげえ怒られてる、すげえ怒られてる。めっちゃ打ってる、めっちゃ打ってる。めっちゃ手クイックイって言ってる。当たんね。アクロバティックすぎる。真実はいつも一つ。当たんね。天使がウルトを欲しそうな目でこちらを見ている。ほならね、新スキンで穴の 10M19 にしろってはなしですよ。いや、当たんなかったし。キャーナノブースト。敵が降りてきたらハルトかな。あ、うまい。誰も降りてこない。ナイス。
え、金吹き3人かっけえ。今のザリアめっちゃうめえな。ザリアのおかげでリーパー生きてた。もしや。ほいたらね、ランク74にもなるっちゅう話ですよ。メガー。メガー。最果て怒りの極彩色配信。画面が少しヤバくなってきた。マジで。最果ての極彩色配信。極彩色。また次元が歪んでるのか。本当だ、次元歪んでる。画質ヤバいの俺だけじゃなかった。なんでだろうね、これ。ちょいちょいなるけど。あといくつや、ライバル出すと。ブロックノイズどころじゃない。あー、やっと74に戻った。ほいたらねって。あー疲れた。どうしようかな。まだ見る人います？だったらやるけど、1時か。時間も中途半端なんだよな。あら、春巻さんからフォローされた。フォロー返しとこう。現地 OP。の、一人かよ。あと一回かな。の、いますよ。と見せかけてやめます。配信っていうかアカウントを変えて、僕はランクマに行きます。ランクマじゃない。春巻さんアイコンエッチすぎんみたい。アイコンエッチな。あ、ちょ待って、じゃあ、どうしよう。ランクマが見たい。ランクマやる。疲れちゃった。まあいいや、やるか。やるわやるわ。ちょ待ってね、起動してるから。あー、これで釣りましたかね。やりまーす。あっち終わったら風呂入ろう。65いったらやめよ。75じゃなくて 65? マイナス9じゃん。やばいよそれ。400人以上見てますよとかって。ランクマじゃなくてもいいですよ、好きなのでどうぞ。いや、まあ、とりあえずランクマやるわ。もう一生しとかないと。75になるまで寝れません。やったー。そんな時のルシオボール。そんな時のルシオ。80まで寝れませんやろ。80はちょっとダッサイ。ダッサイスキンでもつけるか。マジダサイは。なんか北斗の拳かぶれ感がすごい。この肩のところのトゲトゲが。好きなのやってほしい。好きなの。2分当たんなかったらサバーカやろ。あっちマジ。俺の部屋の暑さ半端ねえ。俺の部屋の暑さ半端ねえ。ジャカファラをなしやす。トラベリングトゥネパール。わかった、やってよかった。その穴背中に死者蘇生のマークついてる必要そう。
買ったとか言ってるけど、まあ、何も決まってないですけどね。やめろー、控えろー。温度いくつ？自分銭でいいですか？控えろー。また、わら、最果て先生。また最果てさん、控えるとは言わない。控えるとは言わない。お前、一つだけ質問がある。最果てに勝てるんだな。あ、でも相手もレート超高いな。76、76、77とか見て。なんか右にいたぞ、今。かなりやってた、かなりやってた。やべ、死ぬ。まあそれ、まあ、え、相手も大変なことになってる。相手 DPS4 だ。相手 DPS4 だ。やべえ。しかも負けてる、こっち。なんで？それは当てれてないからです。やべえ。なんか後ろに掘れて、やばくねこれ。いいんすかこれ、これでいいんすか本当に。ハンズでいいんすか。はい、2発で死んで GG。 ぐちゃ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 すぎ。やべ、ずらしてよかった。画面もまずいですよ。画面もまずいですか。画面も歪んでまいりました。軸が歪み始めた。ええ、ほら、ほんと綺麗な落下だったな。綺麗な。はい、ナイシャブ。マジでこれで勝てんの？やばくね？配信者側で更新してみた。なるほど。これは最果て切れてるだろうな。なんでと、なんで DPS4 でサポ1タンク1なんだと。
79でもランカーじゃないのか。配信さっき一回切ったらバグったんだよな。なこれすげえ配信だな。よくみんなこれ見れるの。半蔵うまい。半蔵上手。相手のファラー祭。一回も俺と使ってないよね。使ってもうめえ。ほんま何使ってもうまいやで。助けて。俺をトレーサーから助けて。パソコンでバラ久しぶりに見た。心の目で見てるにゃ。400人の攻撃してる。そんなことができるので僕ただ一人だけ。日本でしとこうか。日本でだけにしとこうか。なにこれ、むちゃくちゃやんけ。ファラに変えてる。確かにファラ落とすやつはいないな。え、今度タンク3になってね。受けんだけど。なんで？何もかもがめっちゃ。しかもなんかこっち負けてるし、それで。謎。ウルト使ってまた変わんない感じだったらこっちも構成変え。あ、でもタンクだったらな、別にゼニオは消さなくていいんだよな。当てますね。オフェンス1になってて草。オフェンスしかもそのオフェンス1がトレーサーで草。やべえ、俺死ぬ。タンクさんならリーパーとかトレーサー欲しいのかな。確かに危なさ。刺さる刺さる。のどいて。
もう上り調子ここまでやな。この試合が終わったら2-0。圧倒上り調子。何ぞ一試合ぐらい遊んでいいすか。自分も刺さらない構成ってあるの。オップいやない。まあいいや、やった方が楽しく、お楽しくやっとるか。ゼニが刺さらない構成っていうかもう、ゼニをまともに動かしてクレメンスっていう構成頭にある。敵のね、敵の構成もういい加減にしてクレメンスみたいな。DPS 今この状況なら、いやでもこうやって近くに寄ってきた時とかはこいつにつけるけど、大体こうやってこの辺のやつにつけて殺しとけば敵はもう火力出すやつがいないから、でこの状態だったら豚につけて豚が一番火力出せるから。ごめん間に合わなかった。あーでもディーバのメックを剥がすためとかに俺使うことある。なぜ私が生きていたのかっていう話にもなってきますね、これは。ホラー動画とっても通用するような画質でくさ。マジでまだなってんのか。なんでだろう。一回これ終わったら配信再起動しますね。敵の火力を飛ぶためにって感じか。確かに弾ついたら引きたくなるしな。
なんだろう、俺が悪いのかな、それ。いかねえわ。パソコンにフワの応募をさせる。あ、雑誌やで。わらわら連続の沼地みたいなの現れる。人が反転してる。やったー。平穏の心と共に綺麗になるの草。平穏の心。ああ、いいっすね。ちょいちょい溜まるようになってきたから、スペック以外の問題かもしれません。